動画を見ていただいてありがとうございます。旅する着物男子はおしんです。この動画が面白かったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、前回僕のふるさと鳥取県に帰省する動画シリーズお届けしたわけなんですけれども、実はその時でさえ青春18切符2回しか使っていなくて、あと残り2回残してます。なので本日のスタート、ここは上野なんですけれども、上野から北上しておそらく今回初めて足を運ぶ旅行地になると思います。新潟、上越、高田、こちらに足を運びます。6時間にわたる長い旅です。途中途中の風景なども見ていただきながら、一体どんな旅になるのか楽しみにしていただければなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは今回の旅も始めていきましょう。到着しました。本来ここは途中駅ですが、高崎線の車両15両のうちの前から5両が切り離しされるということで一旦下車しました。急いで高崎線行きの残り6両目からの列車に乗り込みたいと思います。列車中の列車は無事切り離されたようです。籠原まで送ってくれた電車とはここでお別れです。深谷です。まもなく深谷、お出口は左側です。
高崎駅到着しました。ここから上越線に乗り換えます。ここから先が僕にとっての未知の領域です。上越線ですね。上越線、吾妻線と一緒になってますが6番線になるようなので移動したいと思います。次の列車来るのがかなり先みたいですね。上越線ですね。この12時2分の電車に乗らないと長岡駅ないそうです。というわけで高崎駅でおよそ2時間と10分待機です。博多に着けるかな。タリーズでモーニングセットを注文しました。上越線の長岡行きがまだ1時間45分ありますので、この間に編集作業も頑張ります。 PC 作業しようと思ったらバッテリー残量少ないですっていうことで切れちゃいました。なんだそりゃ、意味はわからない。 PC 切れちゃいました。焼け酒ながらの焼け行為話しすぎる。上越線に乗りたいと思います。上越線の水上行きの電車に乗りました。この電車は普通電車なんですが、長岡まで行けるそうです。越後の湯沢で乗り換えをして、あまり聞き慣れない駅ではあるんですけれども、宮内というところから今度は直江津に向かいます。長い旅路です。果たして間に合うでしょうか、高田に。午後3時が目標なんですが、またやらかしてしまったかもしれません。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。ご利用のお客様、ご乗車のままお待ちください。
先なんですけれども、長い長いトンネルがあるということなので、見えますでしょうか。ちょっとカーテンがかかってます。はい、でも、まあ、こういう新許可をご配達いただいたので、本当に感謝ですね。水上駅到着しました。これから上越線の長岡駅の電車があります。出発時刻13時40分です。予定を変更します。この上越線で六日町まで移動して、北越、すみません、ちょっと路線名忘れちゃった、北北鉄道だったかな、北越北北鉄道で、西方、上越の西方まで向かって、西方から直越、直越を経由して高田というルートで高田城址公園目指したいと思います。
岡行きの電車ではここでお別れです。運転手さんありがとうございました。この最下待機1090円の切符を買います。1500円入れます。最下待機の切符を購入しました。
浜松駅到着しました。ギリギリ明るい時間帯の間に来ることができました。ここから越後ときめき鉄道に乗って高田に向かいます。高田駅までは名古屋駅からたったの2駅です。さあ急ぎましょう。駅到着しました。上野駅出発したのが7時51分、高崎で2時間待ちして、それも含めますとおよそ8時間と20分の移動になりました。いやー、なかなかに大変な旅でしたね。越後ときめき鉄道妙高羽山ラインなんですけれども、現金しか使えないので現金を用意しておいてよかったです。たったの2駅ですからね、まあそんなもんかなっていう気もします。というわけで、片道8時間上野新潟高田鉄道旅行いかがだったでしょうか。この動画をもし面白いと思ったらコメント高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。次回の動画は新潟の桜を高田城址公園で見に行きます。お楽しみに。